精神科認定医と精神科指定医の違いとは。精神科医樺沢翔のカバチャンネル、今日は質問いただきました。精神科の認定医と指定医というのはどのように違うのでしょうか。結構重要な質問でありますけど、今までねなかったすごい新しい質問かなというふうに思いました。精神科における専門医的な資格っていうのは、精神神経学会認定医っていうのと精神保健指定医っていうのは2つあるんですね。一体どう違うのかという話になってまいります。皆さん精神科のクリニックなどに通院してたらね、指定や認定医の認定証みたいのが病院に飾ってあったりするっていうのを見たことあるかもしれないですね。精神保健指定医から説明していきたいと思うけど、精神保健指定医っていうのは国家資格ですね。国が認定するものです。認定医っていうのは学会が認定するものです。精神神経学会という学会が認定するものです。これが一番大きな違いですね。だから指定医っていうのは国家資格であるということです。指定医って何なのかって話なんですけども、いわゆる精神科の強制入院っていうのがあるんですね。医療保護入院、措置入院っていう、これをきちんと患者さんを診断して適切に法的に正しくそれを対応し処理できるための資格ですから、強制入院できる資格が指定医って形になります。ですから逆に言うと、指定医を持ってない人は強制入院をさせることができません。逆に言うと、そういう強制入院の医療保護入院や措置入院のベッドっていうのがありますけど、そういうベッドを持っている精神科の病院では指定医が必ず常駐してないといけないという形になってますね。指定医ってどうやったら取れるのかっていうと、医師としての経験が5年以上で精神科医としての経験が3年以上、レポートっていうのを提出して審査して通ります。なので試験とかはないんですけど、レポート制なんですね。このレポートっていうのは結構大変でですね、どういう患者を見るのかっていう診断ごとに決まってまして、さらに医療保護入院と措置入院のねケース、特に措置入院っていうのはめったにないので、措置入院のケースを経験すると結構難しいんですけども、そういうケースレポートを出さなきゃいけなくて、それぞれごとにどういう診断名かっていうのが決まってますので、一か所の病院に勤めててもある診断名の患者さんをほとんど見ないってこともあったりするので、意外と大変だったりします。最短で精神科で5年勤めてれば取れるわけですけども、だいたい5年目か6年目ぐらいになるとそういう指定を取るということをねすると思います。指定医の資格っていうのは患者さんを強制入院させるための資格なので、例えば自分でクリニックをされてるドクターとかね、自分で外来クリニックだけをやってるドクターっていうのは強制入院させるってことはないでしょうから、そういう人の場合は持ってない可能性っていうのもあるかもしれないですけどね。もう一つが精神神経学会の認定医ってことになりますけども、認定医っていうのは学会が認める資格ですね。それはどういうものかっていうと、精神科の診察をある程度の一定水準で、つまり基本をちゃんと抑えてですね、一人前として診察できますよっていうことを学会として認めているということです。ですから精神神経学会認定医を持っていると、精神科医として最低限のことは学んでますよと、最低限の勉強はしてますよと、そういう学会のお墨付きと考えられます。具体的には医師の経験が5年以上で精神科の経験が3年以上、試験があるんですね。これね、学会の認定医では何%ぐらい合格するのかというと、合格率が 70% なんですよ。70% 合格率は結構難しい試験ですね、これはね。なので精神神経科認定医を持ってるっていうことは、それなりにちゃんと精神科の勉強してるというやっぱり証明と言えるのではないでしょうかね。いろいろな病院で精神科の外来ってあると思うんだけど、私がちょっと懸念しているのは精神科じゃない先生がやってる場合が多いということなんですね。具体的に言うと、脳外科と神経内科の先生が精神科や心療内科を標榜してメンタルクリニックをやってるケースっていうのがあります。そうなってきた時にきちんと精神科の病院で研修したり勉強してる先生はもちろんいいんですけど、そうでない人も結構いらっしゃるんですね。そういう人っていうのは先ほど言いましたように、精神科の研修歴が3年以上ないと精神神経科認定医の資格って取れませんので、認定医持ってるってことはちゃんとしたところで精神科を3年勉強してるっていう証拠になりますので、皆さんが外来クリニックとかを選ぶ場合において、今ネットとかで見るとどういう資格持ってますかって、あと他にもいろんなね、老年精神医学会の認定医とかね、総合精神病院の認定医とかいろんなのがあるんですけども、基本となるのが精神神経学会の認定医っていう形になりますね。だから皆さん病院を選ぶ場合とかね、そういうのを持ってる先生にかかっておいた方が安心であるということは一つ言えるかと思います。最低限できますよっていうことの一つの運転免許みたいなものですから、それを持ってれば素晴らしい医者がどうかっていうのはそれは分かりませんけども、最低限度の精神科の知識を一通り持ってますよという運転免許証的なものが精神神経学会の認定医という形になりますね。という形で指定医と認定医というものの説明をしましたけど、医者になりたての人は持ってません、もちろんね。なのである程度の年齢で持ってる、精神科をやってると両方持ってる人が多いと思います。そんな形で患者さんの立場からすると、病院選ぶ時にそういうのを持ってるのかなっていうことをちょっとチェックするだけでもまた違ってくるかなと思いますので、雑学的にしといていいのではないでしょうか。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。